ああ、that's hot. That's hot. ヤーポン法撲滅委員会副代表代理のゆっくりです。なんと、この度、ポストスクリプトム元エクソゲーが開発元を変え開発が続行されるとのこと。いやーもうみんな買うしかないよね。少なくとも私はクレタ島の戦いとフランス侵攻で遊べる FPS を知らん。ちなみにクレタ島は公式でなく有志によるモッドが正式に採用されたもので、新しい開発元はこのモッド制作チームと協力して開発していくとのこと。なお背景の映像は今の話と微塵も関係ない。ってことで役職はコマンダー、別名支援要請ボットとかすよ。ということで人口が増えるだろうから前回の分隊長に続き、コマンダーの役割を解説しよう。管理職の解説ばっかで本当に新参増やすつもりあるのかよ。うるせえ敵に対して銃でもぶっ放しとけ。あ、そこ行きますよ。ま、そのうちカナダ人使ってやるのでよろしく。それはさておき支援攻撃要請ボットの主な役割は支援攻撃を呼ぶこと。航空支援と砲撃を要請でき、戦車は爆撃と機銃装車、砲車は榴弾と煙幕を使える。クレタ島の戦いのドイツ側コマンダーに限って、物資の空中投下や降下用の輸送機やスポーンとなるグライダーが呼べたり、ユタ D1の連合国コマンダーは艦砲射撃を呼べたりとマップによって呼べるものが多少違う。ただしユタ D1 の数日コマンダーは何も呼べないただのデクの棒なので注意。コマンダーの存在意義。このクソゲー戦車がないマップでも戦車分隊作れたりと色々がバインだよな。それはさておき機銃装車は向きを指定できたり、砲撃は数と炸裂範囲を指定できるので状況によって対応しよう。ただし全支援にクールタイムがあるほか、砲撃に関しては数に限りがあるのでバカしか使わないように。支援の呼び方はマップを開いて呼びたい場所を右クリックして欲しいものを選択するだけ。ただし無線がないと呼べないのでそこは注意。コマンダーにしか運転できない無線機を積んだジープがあるのでこれを活用しよう。もちろん味方通信兵やラリーの無線でも呼べるし、敵の無線でも呼べる。敵の支援要請にも応える軍人の鏡。ダベってる間に前線に着いたので実際の運用を見てみよう。百聞は一見にしかずってそれ一番言われてるから。はい、目の前にちょうど敵のスポーントラックがあるのでこれを破壊しよう。チートとしか思えない発見の速さ。使ってねえよ。とりあえずマーカーを出して味方に報告。何目標は機銃装車でも破壊できるので数通貨を節約するために機銃装車で。腐れトミーが築堤の上から対戦車砲を。パパ打ち込みで来ちゃって。お前を殺す。ハイスポーン破壊、ざまあ。対戦車砲の砲外してんじゃねえか。はい、味方の報告した場所に工兵が作ったスポーンがあったとさ。空爆を呼んで、どうぞ。おまけで分隊スポーンも置いてあるな。とりあえず味方工兵が爆薬片手に突撃してるので様子見かな。場所だけ伝えときゃ全部やってくれるやろ。やってはいてきた。そりゃスポーンだから枠に決まってんだろ。ダメだこれ当たってんのか全くわからん。敵のハートラックまで出てきてて草。こんなとこに来てねえで拠点に行けよ。指揮官から狙うのは当たり前だよな。このゲームのコマンダーが指揮なんか出すわけねえだろいい加減にしろ。ハートラックこっちに向かってきてたけどいいのか。真後ろにおるやんけ。あ、降りてきた、一人だけか。当てる努力しろよ。うるせえこちとらピング300超えてんだぞ。正式道から接続してんのお前。かそりすぎてピングが高いサバにしか人がいなかったからしゃあない。さすがにやったかな。フラグオツ。名義持ってんだろ、これ。運死亡確認。死体撃ちすんなよ。はい、撤収。こんなとこにいられるか私は帰るぞ。築堤に突っ込んでいったパンターが爆死したりしたが面白くなかったのでカット。とりあえずスポーンの報告があったので数通貨送り込んで様子見中。ターマヤー。ご覧の通り平屋なら爆撃がちょっと貫通するので屋内でも逃げ場がないね。爆撃に耐える倉庫最強説。ちょっと待って。なんでボロ布一枚の分隊スポーンごときが爆撃から逃れてんの。ラリー最強説急浮上。
まボロ切れはボロ布らしく手榴弾で破壊できるからいいけど、なんか戦車音するなおい。いるからするんだろうが、観測されるまで存在しないってそれ一番言われてる。普通にいたわ。敵スポーンもあるし大種。味方が助けてくれたわ。こんなところには一秒もいられないのでさっさと車に乗ってずらかるぞ。のんきに水飲んでんじゃねえよ。さて不可抗力によって中断されたが、コマンダーの役割の続きを。3分間解説を放置する解説動画とは、コマンダーは見ての通り足がある上支援を呼べるので偵察に抜群、目標を見つけ次第ポンポン支援を呼べる。さっきのように敵スポーンを見つけ次第破壊できるので勝利に大きく貢献する。またコマンダー自体にも特性があり、攻撃側だと拠点内にいた場合占領速度が少し速くなる。マップによってはこれで敵が防衛する前に第一拠点を取れる。開発さんちゃんとセットした。ただしそんなコマンダーにも弱点が一つ。皆さんご存知の通り命は平等ではありません。偉ければ偉いほど重い。ってことで通常兵士が死んだ場合1チケットしか減らないが、コマンダーだと2チケット減ります。死にすぎないようにしましょう。行ったそばから死ぬのかよ。ってことでジープを回収するためにトラックできた。なんか本末転倒な気が。トラック人気ないし誰も乗らんから大丈夫でしょ。なるほど、図体がでかいから今みたいにバズーカで撃たれるわけだ。なんでこんなとこにいんだよ。クリアリングしたけど。リスポーンしろ言われてて草。なんか風当たり強くない？We've got a fob, fob and a tank. Where that Puma is heading now from the south, there's a fob and there's a tank there. So Puma squad, be advised. Behind that building to your north, there is a tank and a fob. はい。敵地ど真ん中に突っ立てたらそりゃそうなる。あかん、出血死する。エンフィールドまで撃ってきやがった。至近距離で銃声聞こえるのに当たってねえな。目悪いのかな。止血できちまったよ。両方居場所分かってないとか泥沼にも程があるだろ。あー、水槽の音。待って、止まれ。やめろ。死にたくない、死にたくない、死にたくない。湧いたそばから交戦してるんだが、なんだ公平のトラックか。え、誰も乗ってないんだけど、どういうこと。こういうことでしょ。いや、その理屈はおかしい。どうせ画像がバグって地面にでも埋まってんだろ。I saw that. What the hell? There's a ghost lodgy truck near our fob in the north. It had no driver. なんやかんやあって最終拠点まで追い詰められた。しかも味方戦車隊がまともな戦車全部使い切ったせいでシャーマンが我が物顔でカッコしてやがる。おうさっさとくたばれな気候が。お前どっち側だよ。歯見せつけてくるように走ってやがる。コンビニ行ってくる。It takes few guys to make the fob go hot. もう味方やけクソになって対空砲で交戦してて草。頑張れ。頑張ってじゃねえよお前は。おめえも頑張んだよ。普通か呼吸に戻ってるからできることないんだよな、それが。パンサーシュレック燃料タンクに食らって燃えながら走ってて草。地獄から蘇ったみたいになってんじゃん。そのまま燃え尽きてくれたらいいんだけどな。2発目入ったし小屋死んだな。これ見よがしに対空砲まででしゃばってきた。ノーフィースノースウィー。まずい、反歩兵いなけりゃそりゃそうなる。いても対空砲でミンチになるだけやろ。なんやかんやで勝ちました。はい、終わり。もうちょいやる気だぜ。That song the whole fucking game, and now you got the opportunity to play it. You're like, yes, fine.
enough with the music. Bye, welcome back. Good game. Goodbye. Very nice. Good game. Very nice. I'm for it. Very nice.